神宮寺雄太と平野翔、出会いは運命だった。JR 時代からの絆日は、神宮寺雄太と平野翔、苦難を共に乗り越えたからこそ強い。友情の歴史をたどる。神宮寺雄太と平野翔の物語は、多くのファンにとって特別な存在です。ナンバー,ア,ンダーラインアイのメンバーとしてデビューしてからの歩みは、単なるアイドルグループの成功の裏に、二人の強い絆と友情が隠されています。 神宮寺と平野が互いに支え合い、補い合う関係は、まさに理想的な友情の形といえますが、その絆がどのようにして築かれたのか、どんな試練を乗り越えてきたのか、その背景を知ることで私たちは彼らの物語をより深く理解することができるでしょう。2人の出会いは、まだジャニーズ JR として活動していた頃に遡ります。共に練習を重ね、同じ夢を追い続ける中で、 彼らは自然とお互いを認め合うようよになりました。神宮寺はいつも前向きで冷静な姿勢を持ち、努力を惜しまない人物として知られていました。一方の平野は、その華やかな存在感とリーダーシップで注目される存在でした。二人の個性は異なっていましたが、だからこそ強い絆が生まれたのです。平野が前に出てグループを引っ張るとき、神宮寺はその背後で支え、 常に冷静に状況を見守っていました。こうした二人の関係は、まさにお互いが補完し合い、高め合う理想的なものだったと言えます。ナンバーアンダーラインアイがデビューしてからも、彼らの友情はますます深まっていきました。平野はグループのセンターとして、多くのプレッシャーを感じることがありましたが、神宮寺はその背後でいつも彼を支え続けました。神宮寺の穏やかな性格と冷静な判断力は、 平野にとって大きな安心感を与える存在でした。彼らの関係は、単なる同僚や仲間という枠を超え、まるで家族のような深い信頼関係に基づいていました。特に、困難な時期において2人の絆はより強固なものとなりました。グループとしての活動が順調な時だけでなく、個々のメンバーがそれぞれの課題に直面した時にも、彼らはお互いに支え合い、乗り越えてきました。 平野が大きなプレッシャーを感じることが多かった時期には、神宮寺がそのそばで冷静なアドバイスをし、彼の心の支えとなることが多かったのです。こうした関係性があったからこそ、ナンバーアンダーライン愛は数々の困難を乗り越え、成功を収めることができたのです。また、神宮寺自身もグループの中で独自の存在感を放っていました。彼の魅力は、その控えめでありながら、 メンバーやスタッフを気遣う優しさにあります例えば、スタッフが忙しいときには自ら手伝いを申し出たり、メンバーが落ち込んでいるときには前向きな言葉をかけたりするなど、彼の行動は常に周囲への配慮に満ちています。こうした神宮寺の行動が、ファンやメンバーにとって大きな支えとなり、彼の存在はグループにとって欠かせないものでした。平野翔にとっても、神宮寺雄太は特別な存在でした。 彼はたびたびインタビューで、神宮寺の支えがなければここまで来られなかったと語っています。平野にとって、神宮寺はただのグループメンバーではなく、兄弟のような存在であり、彼らの間には深い信頼と尊敬が築かれていました。神宮寺もまた、平野を家族のように思い、どんな時でも彼を支え続けてきました。このような強い絆があったからこそ、二人はどんな困難にも負けず、共に成長してきたのです。 しかし、彼らの関係が常に順風満帆だったわけではありません。時には意見の食い違いや衝突もありました。特に、グループの方向性や役割分担についての議論では、時に激しい意見交換が行われることもありました。それでも、彼らはお互いを尊重し合い、理解し合うことで、より強い絆を築いてきました。こうした試練を乗り越えることで、彼らの関係はますます強固なものとなり、 単なる友情を超えたた深い結びつきが生まれたのです。さらに、2人の関係はプロフェッショナルな面でも非常に重要な役割を果たしてきました。平野はそのカリスマ性とリーダーシップでグループをけん引してきましたが、その背後には常に神宮寺の冷静な判断力と支えがありました。神宮寺は平野が前に出るときにその背後でしっかりとグループを安定させ、全体のバランスを保つ役割を担っていました。 お互いいいのの強みををかし合いながら2人はグループを成功に導いてきたのですファンにとっても、2人の友情は特別な意味を持っています。彼らの絆や支え合う姿を見て、多くのファンは感動し、彼らを一層応援するようになりました。2人の関係は、単なるアイドルグループのメンバー同士の友情ではなく、もっと普遍的で共感を呼ぶものです。 誰もが持ちたいと思う理想的な友情の形を体現しており、その姿はファンにとって大きな希望と勇気を与えています。特に、最近のインタビューやメディアでの発言からも、彼らの絆の深さが伺えます。神宮寺雄太は、平野翔のことを、自分にとって最も大切な存在として頻繁に語り、その信頼関係を強調しています。一方、平野もまた、 神宮寺の存在が自分にとってどれほど大きな支えであるかを語ることが多く、その発言からはお互いに対する尊敬と感謝の気持ちが伝わってきます。このような相互の尊重と愛情が、彼らの絆をさらに強固なものにしているのです。そして、彼らの友情はこれからも続いていくことでしょう。ジャニーズ事務所を退所し、それぞれが新たな道を歩み始めましたが、その絆は決して揺らぐことはありません。 これからもお互いを支え合い、高め合いながら、それぞれの夢を追い続けることでしょう。ファンもまた、そんな2人の姿を見守り、応援し続けることを誓っています。おいて困難を乗り越え、成長し続けることができるでしょう。神宮寺勇太と平野翔の友情は、単に仕事仲間としての関係を超えて、私たちの日常生活にも共通する普遍的な価値を示しています。それは、 相手を思いやる心、信頼を基盤にした支え合い、そして困難に直面した時に決して諦めない強さです。彼らが長年にわたり築いてきたこの絆は、互いに異なる性格や背景を持ちながらも、共通の目標を持ち続けることで生まれたものです。また、彼らの友情は、現代社会において希少な存在と言えるかもしれません。多忙なスケジュールや厳しい競争の中で、彼らが常にお互いを気遣い、 支え合う姿は、ファンだけでなく、同僚や後輩にとっても模範的なものでした。個々の成功を追求するだけでなく、チーム全体の成功を目指して協力し合う姿勢は、どのような職業や環境においても重要な教訓となります。お互いの強みを認め、弱さを補い合うことで、二人はより強く、より輝く存在になっていったのです。さらに、神宮寺と平野の関係は、 アイドル業界の枠を超えたところにも影響を与えています。彼らの友情やチームワークに感銘を受けたファンの中には、彼らの姿を見て自分自身の人間関係や友情を見直す人も少なくありません。彼らのように深い信頼と尊敬の念を持って接することで、他者との関係もより豊かで意味のあるものになることを彼らは証明してくれています。お互いの違いを受け入れ、その違いを力に変えることで、 より強い絆を築くことができるというメッセージは、今後も多くの人々に影響を与え続けるでしょう。彼らの物語の終わりはまだ訪れていません。それぞれが新たな挑戦に向かう中で、どのような未来が待ち受けているのかは未知数ですが、彼らの友情が続いている限り、その未来は明るく希望に満ちたものとなることでしょう。神宮寺勇太と平野翔は、これからもそれぞれの道で成功を収めることでしょうが、 その成功の背後には、今までと変わらない友情と支え合いの精神が存在していることは間違いありません。ファンは、これからも彼らの成長を見守りながら、その絆がどのように進化していくのかを楽しみにしています。彼らが共に歩んできた道は決して平坦なものではありませんでしたが、その道のりがあるからこそ、現在の強い絆が築かれました。そして、その絆は、彼ら自身だけでなく、 彼らをを応援すすするべててのの人々にとっもも大きな意味を持つものです私たちは彼らの物語を通して友情の素晴らしさそして支え合うことの大切さを学び続けることでしょう平野紫のドラマをきっかけにキング・プリンスを知り初めは平野が一番の推しだったというファンも少なくありませんしかし神宮寺のもとの部分に触れたことで彼の魅力に気づくようになり 今では神宮寺が一番の推しになったという声も多く聞かれます。彼の礼儀正しさや、周囲を気遣う姿勢は、ファンの心をつかんで話しません。平野との関係性を見て、2人が一緒に活動してくれることを喜ぶファンも多く、その絆の深さに感動しています。最終的に、神宮寺雄太と平野翔の友情は、私たちにとっても大きな教訓を与えてくれます。それは、 どんなに困難な状況にあっても、お互いを信じ、支え合うことで乗り越えられるということです。彼らのような強い絆を築くことができれば、私たちもまた、自分の人生に。